ない顔だね。私のアバターにしてくれてありがとう。こんばんは、いらっしゃいませ、いらっしゃせ、どうぞ星をお投げください。こんばんは、待ってました、待ってました、新空気、あー、あなたは黒く日に焼けてるかな、日に焼けてるかな、待ってました、待ってました、会いたくて、数えたハートは休めない、チチチルルルチチチチチン、7周年の時の T シャツ、あ、7周年じゃないよこれ絶対、ブブー、2017年アリーナツアーって書いてる、周年じゃなさそう、ほら。どう、こんばんは吉田さん、あ、くしゃみしそう、初訪問でこんばんは、ありがとう、よかったらフォローして、よかったらコメントもまたしてください、お願いします。ティムさん、レインボースターありがとうございます。このイベント期間一の輝きだったかも、レインボースターの、ありがとうございます、ありがとう。空飛ぶうさぎちゃん、ファンレベル上がった、おめでとうございます、ありがとう。たかしのちゃん、ペンライトありがとう。2017年のアリーナツアーは私の記憶では横アリと外資行ったと思うんだよね、あと情報、これ後ろに書いてんのかな、書いてんじゃん、カネシャン、かわいいだって、ありがとう、かわいいだって、待って、後ろ7周年の T シャツかもしれん、え、7周年ちょっと危険だな、ここでやんのは。やばいやばいやばい。だから7周年や、ごめんごめん、え、じゃあこれリバーシブルってこと、え、なわけないやろ、でもこのアリーナツアーにこの周年のコンサートも含まれてたってことか、きっとそういうことか、ごめんごめん、2017年は横あり外資情報やって。期待してんじゃねえよ。全然来れなくてごめん、いいよ。今来てくれたから OK。 ひとよさん、ファンレベル上がりました、おめでとうございます、パチパチパチ、え、あ、え、やった、え、あ、え、だって、花びら、パチ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 、みんなってことは、やったー、アバター作るぞ、オラ。オラ。しゃ。すぐ描くわ。久しぶりの花火だね。そうだね。前あげまくったもんね、みんなのおかげで。ありがとうございます。タナさんもファンレベル上がった。おめでとう、ありがとう。そっか。へぇ。タカシーナちゃん、ハートありがとう。そうだよ、アバター第5弾だよ、
がいいかな。あ、明日サンリオキャラクター大賞の発表だね。ひえ、リナ様ガラが悪くていらっしゃいますよ。え、全然悪くない、元気元気どうも初訪問の人いらっしゃい。いや、スイカにしようと思ったんだけど、また緑だよね。どうしよう。何がいいかな。遊びに来たよ。待ってたよ。スイカのリナちゃん。じゃあ候補2つ。だからこれじゃだるまじゃん。まあいいでしょ。私前髪は左分け。あ、これやばい、目隠れる。まあまあ仮だから。みんなスイカってどんなん？スイカが分かんない。やばいやつになっちゃった。うわー、これは絶対審査通んない。はじめまして、藤本さん、こんばんは。よかったらフォローとコメントしてください。待ってます。スイカベイビー、これは事故だな。でもな、やっぱ梨ぐらいのさ、インパクトさ、あれ良かったよね。なんか7月でしょ。脱ツインテール、着物、浴衣か、浴衣はこっちが前で、まあ柄は今後考えるとして。お、珍しく二等身じゃないよみんな。あ、これはうまく描けたね。これはいいよ。ダン。いいじゃん。ちなみにこっちスイカね。こんばんは。あ、やばい、字が思った以上に来た。浴衣の方がいいかなってあ、ちなみにこっちスイカだから、みんなよろしく。むずいな。どっち、何がいいんだろうでもね、浴衣の場合はね、そのどうしたらもうちょっと胴体を短くできるかっていう、たまにはスタイリッシュで行く。え、そう、浴衣だと顔が小さくなりそう。そうなのよ。スイカもユニークでいいですね。だって優しい、ありがとう。今だったら何のアバターが目立つかな。やっぱ自分のカエルが結構目立つな。スイカボールにリナチがハマった。やだ、そう言われたらそれにしか見えない。なんならもう何かわかんないじゃん。まあまた考えます。でもね、いつかね、胴体をスイカにしてみては。おお、面白いじゃん。おもろいやん。あ、それか
私梨と同じパターンにしようとしてるからおかしいんだきっと。もう一個は、サングラスをここにかけたい。で、この辺にハイビスカス。で、アロハシャツじゃない、なんかアロハのさ、アロハでハイビスカス。ひどい絵だ。あ、もう何描いてるか分かんないじゃんこいつ。でも安定のツインテール、バカンスリナッチと、こうすりゃいいんじゃないの。じゃん、ほらさっきよりマシじゃない。今分かった、一つ前のアバターって梨です。そうだよ、梨だよ。今余裕ある人梨にしてみてさ、久しぶりに。今日天気良かったし、あ、嘘、雨降ってた。ほらこっちよりこっちの方がまだ、スイカで、こっちがバカンス。バカンスをどうコンパクトに表すかだよね。ペコちゃんみたい。どれがどうペコちゃんになるの。まあ候補です、これはあくまで。こういう候補が私の頭の中にありながら、新しいアバターがこれまでのように出来上がるんですか。お楽しみに。あとは何だ。夏といえば、この紙もめっちゃ使ってるわ。そろそろハムちゃんもありか。そうだね、確かに。サーフィンとか、確かにそれも面白い。ただ私の頭の中では表現できてるけど、それを実際やろうと思うと、まずそれサーフボードなのかどうかも分からなくなってくるから、ちょっと難しいかも私には。夏といえばリナッチやろ。なんでやねん、何一人でツッコミしてんの。ボケ切れてもないし。シナさんファンレベル上がった、おめでとうございます。ありがとう。さあ、カラオケさあ、音使えなかったじゃん。でさ、アップデートとかできんのかなと思ったら、もうアップデートすでにされてて、だからどうしたらいい。この中にカラオケ配信者いません、いないですか、この中に。次も緑、でもスイカにするなら緑になる可能性高いよね。あとマーメイドもいいな。マーメイドがさ、縦にピョンピョン飛んでたらじわらん。なんかね、この音が聞こえ、みんなには聞こえるのに私には聞こえない問題が発生す
複雑な絵は書き戻しされる。そう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 、再提出お願いしますってなるから。なるから、ああ。なんかイヤホンどれ試してもダメだったから、イヤホンは悪くないねん。イヤホンは悪くない、私はそう信じている。絶対悪くないから、マジで。しもりん、緑のだるまありがとうございます。スイカは赤じゃないの。おう、あ、いい案思いついた。ありがとう、ありがとう、おまさん。ナイス、ナイスですわ、あなた。お願いします、音が聞こえますように。の髪大人になったふり、繰り返す波の音、切ない胸騒ぎ。あなたとこの浜辺で遊んだウェイクボードが、記憶の片隅で砂に埋もれる。キラキラ光る眩しい、この胸に残された悲しきデジャブ。時はジュエリー輝くもの、もう二度と会えないのね。涙の少年、作ったレモンのかき氷は、あの蜜の口づけ、一瞬で溶けてく。ギラギラギラ焼けた肌に、あの恋の後遺症忘れられない。今もピンキリ、ずっと外さないわ、もう一度愛されたい。涙の少年。
とうございました。ギラギラの時の目が全然違う、足りなかった、ギラってなかった、前髪をここにして、いやダメだな、あれもあれは多分だけど、あの衣装を着て、あの照明とみんなのペンライトの海があってこそだと思う。エコー入れた方がいいかも。だってあリバーブとかあるから、えリバーブってエコー、次やなんか歌うことあったらそれしてみるわ。ありがとう教えてくれて。いっぱいなんかみんな飛んでくれてたな、ありがとう。ひかるくん音符ありがとうございます。これみんなさ、カラオケ歌ってる人どう反応してんだろう、ありがとうございます。しもりん紫の音符ありがとう、ありがとう、ありがとう。ひかるくんずっと音符くれてた。大間さん流れ星ありがとうございます、ありがとう。しもりんさんも紫の音符いっぱいありがとうございます。大間さん流れ星ありがとう。ティムさんペンライト水色ありがとうございます。大間さんも水色のペンライトありがとう。よしあきくんミラーボールありがとうございます。途中あの涙の湘南にぴったりでした、ありがとうございます。ひかるくんずっとあれだね、音符くれてた、ありがとうございます、ありがとう。しのさん流れ星ありがとうございます。大間さんペンライトありがとう。声枯れてるやんやって、枯れてへんわ。リバーブ思いっきりかけるとすごいことになるからね、振りですかなるほど。ネムビーってメンバーが歌い出す前にオタクのコールある、だってどういうコールだろう、曲によるかもね。ヤマピーファンレベル上がったおめでとう。コラコラさんもファンレベル上がったおめでとう。モンターファンレベル上がったおめでとう。どこにいる？ワッキーさんもファンレベル上がった、イエイ、みんな上がってるじゃないか、おめでとう、ありがとう、ありがとう、マジで。コラコラ小判ありがとう、珍しいね小判小判送る人なかなかおらんから、ありがとう、いただきます。お、なでなで、もしかして起きた、さくらんぼ、あたしさくらんぼ、なでなで。 SKE だと歌い出しのメンバーの名前呼んでました。あーだから上から読んでも下から読んでも神枝恵美かみたいなこと、いわゆるそんな感じ。もう一回笑顔咲く、あダーガンさんフルデイリーありがとうございます、お疲れ様です、ありがとうございます。そっか、それだと神枝恵美かしか知らないかもな。逆に入れるタイミングある、じゃあじゃあでも歌い出しになるくない、わからんな。 NMB ちゃんじゃじゃらじゃ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 でもコールなかったしな。 SK だと上から読んでも下から読んでも今出舞さん、そうなんだ、すごいね、上から読んでも下から読んでもの人がさ48グループにそんなにいるなんてね。さっきえみちさんとこで星もらってきました。あ、えみちも配信してんの、うん、お、200回目の訪問、ゆうねくちさんいつもありがとう、ありがとうね。最初は柏木由紀、なるほど。上沼さんは違うのよ、また別の方なのよ。涙の湘南、あれ受け継がれることもないのかな、まあ私で終わるのもいいんだけど、誰かあの衣装と振り付けをやっていただけんか、
でも会いたかった公演はもう今誰かがやらない限りもうどんどんなんていうの、知られない気がするくない？ここにいる人はさ結構その昔の曲も知ってくれてたりするかもしれないけどね、そんな気がする佐藤恵美、あ、さ、ごめんなさい、佐藤美恵子、はあ、なるほどなるほどね。私はああくしろりなって言われてるのを聞いた記憶がある。誰か言ってた人、佐藤美恵子さんね。うん、会いたかった公演があんまりされてないかも。いい公演やのにな。16人公演じゃなくてもいけるくない？あーでも嘆きのフィギュアと涙の湘南、いやいけるって。4号で9人、そしたら最後ジーザス2人とかになっちゃう卒業公演で釧路里奈叫んだような、あはーいって言ってるし、国山言ってるし、きっと言ってくれてたと思う。多分ね。クニアンのファンレベルが上がりました、おめでとうよ。ジーザス2人、でもジーザス2人は実際やってるからね、コノミンとユーリが冠公演で。会いたかった公演は6人を、うん、そうだね、6人でできるってことが立証されてしまっているので、すでに6人でユニットも全部回せたので、あ、まあ人数は違うか、人数は公式のユニット数じゃなかったけど、でもそれでもできちゃうから、やろうと思えばできるんですよやろうと思えばできるんですよ本当に。最前で叫んだから聞こえてたはず、じゃあそうだで叫んでくれてありがとう、ありがとう。今はできないもんね、そのもし今元の状況に戻ったとして、なんかみんなコールできる日が来んのかな。めっちゃ少ない恋のプラン、わちゃわちゃ感があれいいんだけど、人数少なかったもんね。え、めっちゃ大変だったよ、あの冠公演は。ああ、振り起こし振り合わせ、立ち位置も変わるし、人数少ないからその分なんだろう、パワーも必要だし、でもってパワーの出し方がもう中学生の時の体力じゃないんよ、うちら全員もうなんか、あ、こんなこの公演大変だったんやっていうのを改めて実感した記憶がある。ただいまの AH 最高でした、わかります、私も好き。当時は良さがあんま分かってなかったけど、今になってすっごい好き。今になってやっと気づいたんだ。明日のタイムテーブルはまず第1回目の時間がちょっと微妙でして、予定が入りそうなんだけど、それが昼過ぎなのか夕方なのか分かんなくて、でゴニョゴニョゴニョだから、分かったら絶対にファンルームとツイッターでお知らせします。ごめんなさい。尊い大間さん、ありがとうございます。尊いって、慎太郎レインボースターありがとうございます、ありがとう。2年 B48 ライブ DVD 見るたびにコール思い出します、
いいよねコールね。大間さんファンレベル上がった、おめでとう。20だって、すごい、イエーイ、ありがとう。慎太郎ハートありがとう。お、いっぱいくれてる。ハワーくん、ハワー一瞬見えた、見えた、なんだと。いやでもほらプライオリティ、あの曲好きだから。たった一つの理由は好きだからってね。なんかね好きなんよあの曲だから。コールがないと盛り上がらんよな。そうだね、コールありきみたいな。やっぱさ、煽るじゃん。例えば大声大物だったら、好きって言葉は最高さ、好きって言葉は最高さってさ、ね、あるでしょそういうのとかさ、せーのゴー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 とか。紫のだるまありがとう、たかしのちゃん。あ、間違えた、こっちか。あ、ダメだおまさー、いつもは1個だけやんのになんで今日10個もボンって送ったの。はい、お答えください、どうぞどうぞいや手拍子で煽るようになってる部分もある。まあ確かにね、あるね。コールできないとまずメンバーの自己紹介が悲しい。そうだよね。私の場合はさ、割と自己完結型、みんなに煽らないタイプだったから、みんながまあホイとか言ってくれて、ちょっと成り立つ部分あったけどね。なんかあるじゃん、人によってはねえねえなーみたいな、ねえねえみたいなね。もうだからメンバーで盛り上げるみたいな。え、ギフトを送った相手に圧かける、かけてない、かけてないでも本当に大間さんいなくなっちゃった、ごめんごめんごめん、大事にしよう。はーい、だいたいじゃんけんで負けてました、ほんまに。私何も気にしてなかったな、何出すとか。と何出すって決めてても多分忘れてると思うすごいな、ファンサって曲があるの知らないな。こんばんは。実はね、もうすぐ配信終わるん、時間的に。コロナさん収束してもろて、ほんまそれな。そろそろな、そろそろな。姫が即位されました。ほんとだ、大間さんいるじゃん真面目にじゃんけんしてた客は少なかったぞ。そんなわかっとるわGZA さん、いつもなんて呼んだらいいかわかんないけど、ファンレベル上がった、応援隊が増えました、ありがとうございます。大間さん帰ってきた、レインボースターありがとうございます、ありがとう。ってことは結婚してっていうやつ、もしかして聞いてない高橋えのちゃんありがとう、振らせてくれて。バラ大好きなの。ファンサは名曲ですな、だって。後で聞いてみる。どんな曲、ワンフレーズ誰か歌ってレベルアップ、レベルアップ間もなく配信が終わる、ワンコーラスだけ歌う。
声聞こえるようになった。あ、皆さん声の調子はどうですか。リバーブを4にしてみる。あマジ朝のコンチャリン届けてあげる。将来を考え始めたの。そういつまでも学生じゃないし、そろそろ現実見つめなきゃね。18で時計は止まらないし、計画立てよう。アーモンドクロワッサン、それがお目当て。あっという間に売り切れてしまうから、こんな長い行列、欲しいものはいつまでも待つけど、いつの日かこんな店を出したいな。少しだけ強情な男職人、あなたに育てて繋ぎたい。皆様お聞きいただきありがとうございました。じゃじゃん、すいません、ちょっと誰かがお風呂とか言うしさ、ちょっと全体的に笑ってしまったけど、リバーブっていうものをつけるとまあまあまあいい感じになるということが分かりました。それではランキングを読みたいと思います。13位マッキーさん、12位犬のキムチさん、11位ダーガーさん、10位ヤンさん、9位三井さん、8位コラコラさん、7位シモリン、6位シンタロウ、5位カネシャン、4位ヨシアキくん、3位ティムさん、2位ヒカルくん、1位大政でした。ありがとうございます。カーくん星ありがとうございます。ヒカルくんも音符、シノさんも音符ありがとうございます。じゃ GZA さんもありがとう、大政もペンライトありがとうございました、ティムさんもシノさんもペンライトありがとう。みんなのこと見えたかな、大丈夫かな。はい、というわけで皆さんまたお会いしましょう。ありがとうございました。お疲れ様。おやすみ。